リフレクソロジー、リフレクソロジー、または、反射療法とは、主に足の裏、手のひらなどを含む場合もあるの特定部位を押せば、体の特定部位に変化が起こるという考えに基づき、疲労の改善などを図る療法である。語源は、レフレックス、反射と、アラジー、学や論の意味を表す名詞を作る設備字を合わせた造語で、あるとの説が有力。 リフレと短縮して呼ばれることもある。日本での普及初期には足裏マッサージとも呼ばれていた。リフレクソロジーを行う人はリフレクソロジストまたは反射療法師と呼ばれる。リフレクソロジーはアメリカが発症である。アメリカ人に医師であるウィリアム・フィッツ・ジェラルド1872年から1942年が手術中の患者が ベッドの針などに手を押し付ける行為を観察し、これを医学的に研究したところ、痛みを和らげる効果があることが分かり、ゾーンセラピーという本を発表した。アメリカの理学療法士、ユーニス・イングハム、1899年から1974年は、フィッツ・ジェラルドのゾーンセラピーを発展させ、足の特定の部位、内臓反射区が、体の各部位に対応していることを突き止め、 フットチャート、足の地図を作った。フットチャートは、足裏反射図と呼ばれることもあり、面として捉えているところに特徴がある。スイス人宣教師、中国名、クレニャクセキ、1940年ガシントに、リフレクソロジーを行い、台湾に広まった、ニャクセキ健康法とも呼ばれる、スイス人看護師の本を参考にした手術であったという、 イギリスにおいてリフレクソロジーは看護師などの活動により、数年にわたる大量のデータの収集と実証的、科学的、医学的な検証を経て、さらに議会の承認も得て、通常の保健医療にも組み込まれている。ホスピスにおける緩和ケアなど、患者中心のケア、患者のクオリティオブライフに貢献している。リフレクソロジーは、 足裏などの皮膚の直下の組織の硬さの微妙な違い、硬い部分を彼らは、クリスタルと呼んでいるを、施術者が親指で細やかに感じ取り、その時々の患者の健康の鍵となっている、特定の部位を細やかに探り当てて、特定の部位に選択的に主義を施していくところに、特徴がある。日本では、英国式と台湾式と呼ばれるものが有名である。 いずれも元はアメリカが発祥である。中国式は台湾式に中国の伝統医学を組み込んだものであることも多い。なお、リフレクソロジーと似た主義として、監視法と呼ばれるものがあるが、これはリフレクソロジーとは起源も歴史も異なるものである。詳しくは、足裏健康法あるいは柴田監視法の項を参照のこと。 英国式リフレクソロジー専門の店舗については、元ジャルキャビンアテンダント藤田恵子が、イギリスでの経験をもとに、英国式と銘打ち、駅内、駅直近を中心に店舗を展開したのをきっかけに、多忙な OL やサラリーマン層を中心に利用者が広がった。それに追随する形で、類似の店舗が広く普及した。現在ではこのタイプの店舗は、 駅周辺だけでなく百貨店内やスーパーマーケット等まで広く分布し、主婦層にも利用者は広がっている。リフレクソロジー専門の店舗以外では、フットケアのサービスを行っていた者が、新たにリフレクソロジーの主義を習得したものを採用したり、既存の従業員にリフレクソロジーの学校で主義を習得させるなどして、メニューに追加している例も多い。 リフレクソロジー学校では西洋系と台湾系として若干異なるタイプの趣味を並行的に教えているところがある。法律での定義はされてないが、無資格者マッサージ手術で A1 を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を体重をかけ対象者が痛みを感じる強さで行う行為と回答している。また、厚生労働省は 無免許アンマ氏の取り締まりの疑義紹介とアンママッサージの定義について、下記の通り公文書で回答している。昭和38年1月9日発、第8から2号法第1条に規定するアンマとは、人体についての病的状態の除去または疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行われ、かつ、その効果を生ずることが可能な、揉む、押す、叩く。 摩擦するなどの行為の総称である。平成15年11月18日生伊,伊発第111万8001号の議義紹介においても、アンママッサージ施圧の主義について、厚生労働省医政局維持課長は、手術者の体重をかけて、対象者が痛みを感じるほどの等程度の強さを持って行うなど、アンママッサージ施圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、 または及ぼす、恐れのある行為については、道場のアンママッサージ施圧に該当するので、無資格者がこれを行として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。と回答した。日本では、アンママッサージ施圧し、針し、氏、旧等に関する法律、昭和22年12月20日交付において、アンママッサージ施圧師免許もしくは医師免許、ともに、 国家資格がなければ、マッサージを業として行うことができない。しかし、マッサージの主義定義が法的に明文化されておらず、また患者に害のある行為だと立証されない限り、職業選択の自由の観点から法的禁止できないとの最高裁判断もあり、生態などと同様に野場なしであるが、職業選択の自由を言い分に、国家資格領域の職種の侵害が行われた場合は、 職業選択の自由を盾に危険性がない範囲で、あれば無資格者においても、日本の業務独占権の認められ、各国家資格者が行う、業務領域をも行うことができることになり、そもそも国家資格制度として法令化され、業務独占権のある日本の各国家資格の制度の根幹が崩れることになる。この案件に対してはたびたび、国会でも法改正の質疑応答や議論はされている。 なお法的には従来通りマッサージと表記して、無資格者がマッサージを行うのは違法であり、厚生労働省通達でも保健所への取り締まり強化を指示している。これは正規国家資格保持者と無資格者を混同せぬよう、また、指術行為を広告で明示することで世間の混乱を抑える役目が期待されている。アンママッサージしやすし、リし、 旧市等に関する法律で国家資格要件に罰金刑以上、死刑、無期懲役、有期懲役、禁錮を含むの刑罰を受けた者は取得国家資格がほぼ与えられいい。無資格者と名称問題では無資格及びマッサージの名称で宣伝広告して業務することは犯罪行為であり法律違反である。近年、 厚生労働省は無資格者のマッサージ行為については、取り締めが強化してきている。法制化運動までに至っていない。名称の遺憾に関わらず、マッサージを行とできる者は、医師以外では、アンママッサージ施圧師の有資格者のみである。第一条医師以外のもので、アンマ、マッサージもしくは施圧、針または、急を行としようとする者は、それぞれ、アンママッサージ施圧師免許。 ハリ氏免許または、休止免許を受けなければならない。あんまマッサージしやすし、ハリ氏、休止等に関する法律よりしかし、あんまマッサージしやすし、ハリ氏、休止等に関する法律には、あんまや、マッサージの行為、方法の定義がされていないため、職業選択の自由もあり、生体や、カイロプラクティック、足のツボ療法、リフレクソロジーを含む、リラクゼーションなどの看板を掲げ、 無資格でマッサージ類似行為をする者が後を絶たず、また、柔道性服師による保険を利用した激安マッサージも問題になっている。上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると手術行為自体で違法とはならずとも、あんまマッサージ、止圧を標榜して類似行為を行えば、あんまマッサージ止圧し、針し、休止等に関する法律の違反となる見解を示している。 また、体式マッサージや、韓国マッサージ、インド式マッサージなどは有資格者でなくとも、同法の第7条二項違反となるので注意が必要である。第7条アンマ行、マッサージ行、指圧行、ハリ業もしく行またはこれらの手術書に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 柔道征服師、理学療法師及び助産師が行うマッサージに関しては主義療法を参照。アンママッサージ指圧師、針師、休止の国家資格を持つ者の団体からは様々な指摘がある。エルンストラは1997年にそれまでの研究をまとめた論文を発表し、リフレクソロジーが治療効果を持つとする科学的根拠はないと主張した。 また2008年には別のグループによる1996年以降に発表された研究をまとめた論文も発表されているがこちらも同様の結論に達しリフレクソロジーを治療に用いるのは勧められないと述べた1997年の論文の著者の一人であるエルンストは科学ジャーナリストのサイモンシンと共に代替医療の効果を批判的に検討した著書 大体医療のトリックを2008年に発表したが、リフレクソロジーをその付録の中で扱い、そこではリフレクソロジーがリラックスのための単なるマッサージ以上の医学的効果を持つとする科学的根拠はないと主張した。リフレクソロジーでは足の裏の部位と臓器等の間に繋がりがあると考えるが、シン・エルンストラはその考えに生物学的な根拠はないと述べ、 さらに、臨床試験によれば、リフレクソロジーによる診断は、信じ受に値しないと主張した。なお、彼らによれば、骨や関節に問題がある場合には、リフレクソロジーによる怪我をする危う性があると指摘しつつも、それ以外に、重大な危険性は知られていないという。近年日本では、女子高生やメイド服などの衣装を着た店員が、 常実のようなリフレクソロジーのサービスを行う JK リフレやメイドリフレと呼ばれるマッサージ店が東京、秋葉原や坂、日本橋などを中心に増加している。特に JK リフレは女子高生の衣装を着た店員によるリフレクソロジー等の密着なサービスを売りにしているが風俗店ではないことから18歳未満の少女を雇用しても風俗営業法違反にならず。 18歳未満の女子を含めた本物の女子高生が多く従業をしているが、客である男性が少女からの密着なサービスを究極的に求めることによって、女性従業員への性的接触とつながりやすいために、脱法風俗店となっており、自動売春などの犯罪の温床になっているとして問題視されている。なお、メイドリフレには2種類の業態が事実上混在しており、 蒸気のような風俗的な業態に近い、グレーゾーンメードリフレと、正統派メイドリフレの2種類が存在する。正統派メイドリフレは、健全で、清潔感のある雰囲気で運営されており、グレーゾーンメードリフレと同一視するには酷ではあるが、グレーゾーンメードリフレが多数を占め現在、正統派メイドリフレは、グレーゾーンメードリフレの大量増殖の中で、埋没しつつある。なお、 正当派メイドリフレとして歴史が長く、現在も営業中なのは、メイドさんのいるリフレのお店や、メイデンナチュレメイドなどが細々と残っているのみである。2000年代中期にオープンしたその他の正当派メイドリフレは現在すべて閉店している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。